こんにちは、ミュージックランドキー渋谷店の下田と申します。今回ご案内するギターはですね、Line6 の、バリアックス US カスタム、USA 製のバリアックスがずらっとこの後ろに9本ほど、並んでおります。まあおそらくですけれども、日本にここにしかないモデルじゃないかと、思っております。まあほぼ見たことない人が多いと思うんですけれども、今回このギターをですねじっくりと、ご案内したいと思います。Line6 製品でおなじみの、ギタリストの阿部学さんをと一緒に、ご案内したいと思います。阿部さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ではモデルの方をですね、簡単に説明していきたいと思います。まずは JTV59、レスポールが、ベーシックとなったモデルでございます。メイプルトップが貼ってあるものと、あとゴールドトップで P90 のピックアップが載っているもの、今回はこの2本をご用意させていただいております。続きまして、JTV69、これがですね、ピックアップが、シングルシングルハムになっているモデルと、指板がローズのものと、うん、メイプル指板のものでシングルシングルハムで、もう一つ6級で3シングルのもの、うん、今回はローズ指板で、3シングルのものをご用意させていただいています。であと、JTV8級ですね。8級の、フロイドローズが乗ってるタイプのものと、ストップテールになってるもの、この、2本をご用意させていただいております。うん、じゃあまず、JTV59 ですね。トップにこのねメイプルのこうフレームが入ったモデル、うん、でバックがマホ、そうですね、でネックもマホガニーですね。はい、で指板がまあ、ローズ指板という形で、まあ、オーソドックスな、まあ、レスポールにはなるんですけれども、まあ、ここからこのバリアックス機能がドーンと入って、ここからもね、うん、質感が全然違うって感じですよね。うん、本当にこれはもう、手に取っていただいて、ね、ネックを握った瞬間に分かるかなって感じですよね、うん、この差って。うん、で例えばこうペグとかもヒップショット使ってたりとか、この辺とかも違いますよね。はい、続きまして、これ JTV59 の P90 が乗ったタイプですね。はい、ちょっと珍しいと思うんですけれども、ゴールドトップに P90、まあ、これも一応ベーシックなモデルではあるんですけれども、うん、阿部さんどうですか。いやこれも先ほどのやつと同じでやっぱ質感が結局ここにたどり、ね、ここの話になっちゃうんですけど、やっぱいいですよね。いいですね。で、まあ、P90 何気に人気ありますからね。そうですね。はい、やっぱこのピックアップならではのサウンドっていうのがあるので、まあ、ここが好きな方はこれは多分ハマると思いますよね。うんうん、はい。はい、続きましては JTV69、うん、ストラトキャスターがこうベーシックなモデルとなりまして、今回はですねこのシングルシングルハム、そしてこのシンクロトレモロが乗った、まあ、まさにこう使い勝手がいい1本となっております。うん、そうですね。まあ、見た目のこの色もね、
これこれあの動画でどれぐらいこのラメ感が伝わるか分かんないですけど、もうギラッギラですよね。そうですね。でもこれ綺麗ですよね。ですね。でやっぱり、まあ、これも結局あの質感の話、まあ、でもここが重要ですからね、うん、ギターはね。そうですね。このネックのこのメープルもこうクォーターソーンですからね。そうです、はい、この質感はやっぱすごくいいなと、うん。はい、続きましてはですね、先ほどと、まあ、同じモデルではあるんですけれども、今度はカラーがこういったちょっとこうオレンジの色が入った、これもなかなか珍しいカラーのギターじゃないかなと思ってます。これ綺麗ですよね、色ね。綺麗ですね。なんかこれランボルギーニみたいですけど、なんかおー、来ましたね。ね、なんかアメシャカみたいな感じもありますけどねこれね、ステージ映えしますよね、これね。もうライトが当たったらやばいんじゃないですか、うん、そうですね。はい、続きまして、うん、こちらのモデルです。あ、ものすごい綺麗なギターですね、うん、アッシュボディにメイプルシバン、これもストラトが、ベーシックとなったモデルとなってます。どうですか阿部さん、このモデル。まあ、スタンダードな仕様ですね、まあ、一番こう、うん、なんかこういわゆるこうストラトキャスターで、うん、よくあるスタイルじゃないですか、このカラーリングとかも。そうですね。でこのやっぱメイプルシバンも、うん、やっぱね、ほんとね、こればっかり言うんですけど、うん、質感がね、わわわわ、いいですからね、これね。はい、続きまして、はい、これも先ほどと、仕様は同じなんですけれども、カラーが今度はこの鮮やかな青ですよ。そうですね、一見ちょっと深めな色ですけど、うん、ライト当たる、まあ、照明当たるとかなり鮮やかなブルーメタリックになる感じですよね。そうですね。これ好きな人多いですよね、多分ね。そうですね。これね、僕も好きです。わー、来ました、はい、いいな。はい、続きましてはですね、先ほどと今度はですね、シバン材と、このピックガード、ピックアップカバーの色が違う、ストラトモデルですね。はい、まあ、3シングルって感じですね。そうですね。なのでこれは、まあ、まあ、ザ・ストラトって感じもあると思いますけど。これはもうまさにですね。
はい、続きましては、JTV89、はい、リバースヘッドになった、これ面白いギターなんですけどね。どんな感じですかね、見た目的に割とこうなんですかね、ハードロックとかが好きな方はこれいい感じですね、まあ、24フレットになってるし、であのネックのシェイプもこれはすごく薄いネックなので、まあ、ほんとテクニカルギタリストとかはこれがすごくいいんじゃないかなと思います。はい、続きましては JTV89F と、うん、でフロイドローズが今度は乗ったタイプですね。はい、はい、まあ、あとパーツも実はブラックパーツになってますよね。これもなんか渋い、ね、渋いですよね、うん、これ。はい、ここからはですね、阿部さんにバリアックス機能についてですね、はい、ちょっと実演していただきたいと思います。はい、ここからはですね、バリアックス機能について紹介したいと思います。まあ、このバリアックス、まあ、今これピックアップついてますけどね、まあ、普通のギターとしても使えて、でバリアックス機能も使えると。でそのバリアックス機能というのはここにつまみがあってですね、ここでいわゆるこのギターのモデルを切り替えていくという形のノブになるんですけども、これを押すとバリアックスモードがオンになって、でもう一回押すと普通のこうピックアップになるという感じですね。なのでこの 5way のピックアップはモデリングギターとしても普通のギターとしても両方とも機能しているということになります。でですね、まあ、ここにもう一つノブありますよね。これはチューニングを変えるノブになってます。まあ、オルタネートチューニングというやつなんですけども、ギターのチューニングは全く変わらずに、いわゆるこうドロップチューニングとかオープンチューニングとか切り替えることが可能です。でこれの利点というのは、例えばこうダウンチューニングした時に普通のギターであれば弦のテンション落ちますよね。でゆるゆるになっちゃうんですけども、この機能を使えば弦のテンションは変わらないままダウンチューニングができると。これはすごく便利だと思います。まあ、このオルタネートチューニングなんですけど、このギター本体だけでオリジナルチューニングを作り出すということも可能になっています。それとですね、ワークベンチというソフトがありまして、それとこれをつなぐと、まあ、自由にチューニングも自由自在に作れて、例えばこうピックアップも、これちょっと面白いのはネックの上にピックアップを置いたりとか、結構割とありえないギターがここね、パソコン上で作れたりとか、そんな風になるワークベンチという面白いソフトもあります。先ほども専用のケーブルという風に言いましたけども、まあ、これを使って、まあ、ヒリクスなどの製品とつないで、まあ、いろいろ操作することもできるんですけども、まあ、それだけではないですよね。まあ、ちゃんとこう普通のシールドもさせるようになっているので、その場合はですね、バッテリーがありますので、このバッテリーを使って、まあ、いわゆる普通のギターアンプにつなぐこともできます。はい、ちょっと阿部さんにですね、はい、こういろいろ弾いていただいたんですけれども、はい、どうでしたか。そうですね、今これねバーッと9本一気に弾きましたけど、普通にねいいギターですよこれ本当に。でも結局ここが重要ですからね、便利なギターとかいろいろありますけど、うん、まず手に取って、あ、このギターいいギターだなというふうに思うのが一番じゃないですか。そうですね、で、普通のやつよりも値段は確かに、まあ、ちょっと高い値段になってますけど、それに見合う質感はちゃんとありますからね。はい、そうですね、まあ、あの阿部さんにですね、まあ、今回いろいろ弾いていただいたんですけれども、はい、2時間ぐらいね、
3時間かかったかな。そんなかかりますかね。ええ、それただの長く弾いてたやつですね。多分楽しくなっちゃって長く弾いてたやつですね、そのパターンの場合は。まあでもそれもありですけどね。うん、やっぱね、なんかいいギターだからなんかあれこれ弾きたくなる感じがありますよね。そうですよね。はい、だからなんか演奏もそんなに弾かなくていいですって言われてるぐらい今回弾きましたからね。まあそれだけ弾いてて楽しくなるギターってことですよね。はい。まあバリアックスギターっていうのはですね、はい、まだまだ阿部さんが弾いていただいた以外のこともたくさんできることはあるんですけども、うん、まあぜひ店頭の方にお越しいただいて、うん、この素晴らしいこのバリアックスギターを存分に体験していただきたいなというところでございます、うん、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。